平野紫仕様、インスタライブで驚きの生電話。親友の正体は水ジャニーズ事務所からの注意とはこんにちは、皆さん。ジャニーズの元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、驚きの出来事が起きた最新のインスタライブについてお伝えします。 これは、ジャニーズファンにとって興奮の瞬間であり、親友との非打ちの生電話によって、ファンたちは大いに騒然となりました。インスタライブの舞台裏、平野仕様は、ジャニーズ事務所からの活動休止後も、その人気は衰えることなく、インスタライブを通じて、ファンとの交流を続けています。そして、1時間にわたるインスタライブの終盤に、何かが起こりました。 平野のスマートフォンが鳴り、彼はびっくりしてその電話に気づきました。生電話の正体。その電話の正体は、なんと平野の親友からのものでした。平野は少しためらいつつも、電話に出ることを決意しました。電話の相手に対して、平野は自分がインスタライブ中であることを説明しましたが、電話の相手はなおも電話をかけたことについて苦笑いしました。 この時、電話の相手の正体はファンにはわからず、その顔や声は隠されていました。ファンの推測。しかし、ファンたちは興奮し、電話の相手の正体を推測しました。コメント欄には、慎太郎という声やシクストーンズのメンバーである森本慎太郎の名前が登場し、彼が電話の相手ではないかという意見が広まりました。 さらに、ファンからは、怒られるぞ、という心配の声も上がり、平野がジャニーズ事務所を退所したことから、事務所から何らかの注意を受けるのではないかという憶測が広まったのです。親友のアイデンティティ。平野は電話の相手の正体について詳しくは言いませんでしたが、ファンの人はお察しがつくと思う、と述べ、その相手がゴリラっぽい体型で、ちょっとも愛っぽい。 と意味深に語りました。これにより、親友の正体についての謎は深まり、ファンたちはさらに興味津々となりました。ジャニーズファンの熱い反応。平野紫洋と森本慎太郎との親交は知られており、森本が過去に平野の誕生日を祝ったこともファンにとって感動的な瞬間でした。そのため、この生電話がどのような内容だったのか、 ファンたちはますます興味津々となっています。結論。平野仕様のインスタライブにおける生電話はファンにとって予測不可能な驚きの瞬間でした。親友の正体やジャニーズ事務所からの注意についての真相は不明のままですが、これは平野仕様のファンにとって忘れられない瞬間となりました。 今後の展開にファンたちは期待し、平野紫仕様の活動を熱心にサポートし続けることでしょう。読者への挨拶。平野紫仕様のファンの皆さん、今回のインスタライブでの生電話の出来事についてお楽しみいただけましたでしょうか平野紫仕様の未来に注目しながら、彼の素敵な活動を応援し続けましょう。